はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はね、ディープダンジョンの方をやってみましょう。はい、1からいってみます。強化値はね、もうちょっと増えちゃってるんですけども、はい、フレのアイコと突入します。ディープダンジョン2人でやってみましょう。まあ強化値が増えちゃってるから、もう完全な最初からっていうわけではありませんけども、まあ初心者向けの方に、初心者の方に向けて、はい、説明しながらやろうと思います。ディープダンジョンはね、基本マップ見てもらえば分かるんですけど、一つの部屋から通路と成り立っております。はい、それでまあ敵がいて、ちょっと今超体調くらった。各部屋には罠やら、宝箱とかがあります。当然で、1から行った場合はね、レベルアップがあります。で、1階から入った場合はレベル1からになりますね。だから使えるアクションが本当限られてる。ちょっと自分も何使えるかよく分かってないんだけど、まあ基本はこのぐらいしか使えないのかな。で、専用アイテムなどもありまして、これが、この枠によって、右側の枠ですね、今矢印動いてると思います。これで使うことができます。運気上昇、これが敵が落とす、宝箱を落とすようになります。あ、もう敵いないのか使っちゃったけど、説明のためにね。で、ここは専用の装備に変わります。武器自体は、防具とかはね、見た目は入った時の装備になっておりますけど、専用装備、専用防具に変わっております。それがね、強化値によって強さが変わりまして、その強化値は青色の、これ金色が今アイテムボックスですね、アイテムが入っているやつ、青色の宝箱があるんです。それに開けると強化される可能性があります。絶対ではありません。その奮闘してる回数によってできる強化値のね、最大値が決まっているらしく、上に行けば上に行くほど強化値は上がります、最大値が。ただ稀にそれでも上がる時がありまして、で1回上げた強化値は下がる、普通にやってれば下がることがないので、上に行ったものは下の階層だとこういう風にね、今もう99最大値になってるんで、かなり有利な状態から下の階層をやることができます。ちょっと使えないスキルをちょっと今確認してる俺もちょっと把握できてない。宝箱増加、これを使うと次の階に宝箱が増える、次の階層で宝箱が増えます。あくまで次の階層なので、使って上がるって感じですね。で、一定数の敵を倒すと上の階に行けるようになります。これ全員揃わないとダメなので注意です。一人だけ入ったとしても上には上がれませんので。で、こういう風に上に上がっていくんですね。これですね、強化値。はい、武器か防具どっちかが上がります。ただもう自分は最大値なんでね、上がることはありませんけども、で、まあ後でいく。サイトロ、これはマップを全部開示することができます。今の階層でだけですね、この階層だけで。罠もこういう風に視認できるようになります。
あえて踏みませんが。わざわざ踏む必要はないので。で、大体一部屋に一つかな、罠はね。なので、一個踏んだ部屋ではもう罠は発動しません。使っていくときに説明しようかな。で、まあ下の階はちょっとレベルを上げるためにできるだけ敵は倒していった方がいいです。で、外から持ち込んだポーションとかは有利なので、最初の方は持った方がいいかもしれませんね。まあ競売でポーション券を安いんで一番いいのを買っといてもいいかもしれません。で、ちなみにちょっとジョブの説明を忘れてましたが、自分はガンブレイカー、船のアイコは踊り子でございます。ちなみにまあこのレベルアップは、このディープダンジョン専用になっておりますので、ね、他にも他にちょっとおかしくなった他の、とこには影響しません。実際のレベルには。ただ10回ごとに区切りがあるんですけど、その区切りで経験値はもらうことができます。その10回の区切りをクリアしないと何ももらえませんので、注意してください。区切りは10回ごとでございます。ロイヤルガードスタンスやっと覚えた。最初の頃スタンスもないからね。で、防御強化、アイテムは3つで溢れてしまうんで、こういう風に取れなくなっちゃうんでね、3つになる前になったら使いましょう。防御強化、その名の通り防御力が上がります。自分の被ダメージを 40% 軽減する。 40% 大きいですよ。約半分軽減できるので。で、ここでしか手に入らない装備じゃないわ、アイテムもあるんですけども、それは財宝でしか手に入らないんですよ。財宝はちょっと実際サーチできるようになってから説明します。アイテムが必要なんですね。一応なくてもどっかに埋まってるのを偶然見つけるっていうことはありますけども、基本はアイテムを使って見つけます。こういう風に地雷とかもあります。地雷危険です。結構ちなみに今これゴブリンね、通路歩いてましたけど、敵のタイプは徘徊タイプと、部屋にいるタイプといます。徘徊タイプは通路をうろうろしてるんでね、できるだけ早くやっつけないと危険な存在です。部屋で苦戦してる時に徘徊タイプが来ちゃうとね、かなりまずいことになります。ちなみにディープダンジョンね、確か20レベルからやれるはずなので、若葉の方でも全然できます。で、先のスキルを体験することもできます。ここでレベルボンボン上がっていくんでね。はい、この呪印解除アイテム、これは、ここの
敵排除かこれ。これは次の階層の敵を減らすことができます。で呪印解除、あの罠を全くなくなることなくならせます、この階層に限って。なので、この階は罠に怯えることはありません。で今手に入ったこれですね、財宝感知、これを使いますと、お、この階層には財宝がありそうな気がする。っていうか目の前にあるやん目の前ここをこういう風にすると埋もれた財宝を手に入れることがある。ただアイテムで見つけやすくはしますけども、埋まってるところに立てば偶然見つけることもできます。まあもうほぼそんなことめったにないんですけどね。説明なんであんな変換なの説明しになってたの。まあこういう小箱は結構ありますはい、サイトロですね。マップ開示3になったので使います。で敵排除も次の回の階層の敵を減らす、使っておきましょう。運気上昇、この回の敵から敵が宝箱をドロップする。お、財宝感知、使っておきましょう。ないってこの階層にはないだし。さっさと強化値が上がりきってない人はね、全部回って探した方がいいと思いますけども、強化値上がりきってるのでね、もうさっさと上がれるときは上がります。このアイコはすごく宝箱を開けたがるので任してます。普段は自分はやりません。あ、見つけたボタン間違えた、喜んだ。在庫感知とかも同じの使ったら効果消えてアイテムだけ消えちゃうんで気をつけてください。アイテム用 X 等にこの下ですね、ここ使ってるアイテムが出ます。で、回ごとにたまにね、こういう魔法効果発動っていうのが出るときがあります。これですね、今。今はいい効果が出たんですけど、最大ヒットポイント、最大 MPF。いい効果は稀です。マジで稀です。ほぼデバフと思っといてください。出るときは。
財宝感地図かとか。お、あるって、あ、そこにあるわ。これプレステの変換が悪いんですよね。ほんまに踏んでるし。ここ何層だ。あ、もうボスだ。喋ってたら結構あれですね。各階層にボスはいます。まあ強化して挑みましょうね。最初の頃は結構苦戦すると思いますけどね。評価値が上がって今の驚きはザクです。ザクくらっちゃったです。ちょっと舐めすぎて、スロー痛いな結構。もう避けないわざと。っていうかあれは避けれないか。はい、こんな感じでございます。ディープダンジョン結構あの最初の頃は楽しいと思います。後の方はちょっと作業になりつつなっていく可能性もありますけどね。はい、10回限りな、あの区切りなんでね、こういう風に。で、ここが次に進むか脱出か。で、ここからあの脱出しても次にまたやれますんで、続きからは休憩などはこっちに出た方がいいですね。はい、でこの人鑑定士、先ほどの財宝を鑑定してくれます。まあ正直低階層のあたりはしょぼいです。マテリガって今さらね。まあ神聖のダンジョンですからね、これ。でもやってる人少ないから、こういうのでも今高めになってるかもしれません。わからないですけど、おしゃれ装備も出たりしますんでね。これは完全なハズレですね。はい、そしてあたり、
ここで手に入るね、あのアイテムによって交換品もあります。ゲルモラドキ、これ多分50回攻略しないともらえないと思うんで、まあ今のところは関係ないですけど、交換金もあるということで。はい、それではディープダンジョン、また、次は10回からやっていこうと思います。一旦ここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。